戸サクロ鉄道、戸サクロ鉄道株式会社とサクロ鉄道は高知県で鉄道事業を行っている第三セクター方式の鉄道事業者である。本社は高知県四万都市の中村駅に陶器場の本店は同県高知市の高知県庁に構える。高知県と沿線自治体で株式の9割以上を保有する自治体主導の 第三セクター鉄道会社である。国鉄再建法の施行により工事が凍結された、日本鉄道建設公団建設線のスクモ線及び、朝西線、朝線,線、ゴン、那覇線として、開業を引き受けるために設立されたが、後に、第三次特定地方交通線に指定された、中村線の運営も引き受けることとなった。四万徳路潮ライン、中村線、スクモ線と、 ごめん、那覇り線、朝鮮線は、起定駅基準で約 75km 離れており、両線区を直通運転する定期列車は存在せず、車両の転属なども一切行われていない。両線で直通運転が行われた例は2002年の5面、那覇り線開業時に運行された団体専用列車と、2017年11月に、すくも線開業20周年と、5面、 那覇里線、開業5周年を記念して運行されたスクも那覇里間の直通列車の例がある。年間の利用状況は、以下の通り、全路線の合計。海岸沿いの区間が多いことから、防錆対策として、全車両とも、ステンレス車体となっている。オールステンレス車両は、車両価格が高価なため、第三セクター鉄道の機動車に採用される例は、少なく、 土佐黒潮鉄道以外では、地図急行、特急車のみ、伊勢鉄道、茨鉄道、浅海岸鉄道、越後ときめき、鉄道のみとなっている。普通列車用車両はすべてトイレ付きである。1990年に四国旅客鉄道、JR 四国2000系が登場し、相互直通運転が開始されたのに伴い、車両使用量の調整のために、 JR 保有車とほぼ同一仕様で申請した車両である。JR 四国車との際は、車番の順位が3であることと、2030の運転台側に、電気連結機が残存。JR 保有車からは、撤去していることである。運用管理全般を JR 四国に委託しており、高知運転所に所属している。2000年に、JR 四国が土産線に設定したアンパンマン列車。 ブルーが好評を博したため、翌2001年に土佐黒潮鉄道保有者4両にもラッピングを施し、アンパンマン列車、ピンクとした。当初は JR 四国車と共通で1両単位の運用を組んでいたが、アンパンマン列車となった後は全4両で1編成を組んだ編成単位の運用を行うようになった。なお、土産線のアンパンマン列車は2009年9月頃に、 リニューアルされ、JR 四国車がグリーン、土佐黒潮鉄道保有者がオレンジになっている。アンパンマン列車のラッピングがされる前は、全車の側倉下に土佐黒潮鉄道のロゴマークのステッカー、先頭車側面、トイレ部分に国民休暇県高知のマーク、高知県の地形に圏取りであるヤイロ調のイラストが描かれたものが貼られていた。1988年、 昭和63年の中村線転換開業に、再して5両、1997年、平成9年スクモ線開業時に2両、その後1999年、平成11年に1両が投入された機動車である。開業時に投入された5両とそれ以外では、エンジンなどが異なり、最初の5両では、新潟鉄工所製 6H13AAS、 ディーゼルエンジンを 183kW、250PS に設定して、後に製造された3両では、新潟鉄鋼所製 DEM 回 13Hz を 242kW に設定して採用した。全車正面貫通式、両運転台、トイレありで、各車両に相性が付けられている。最後に製造された1両以外は、セミクロスシート、最後の1両はお座敷車としても使用できる。 イベント対応のロングシートである。2011年、平成23年3月に、イベント対応車を除く7両の外装が、沿線地帯のラッピングに変更されている。ごめん、那覇り線開業に先立ち、2002年、平成14年3月から製造された機動車である。形式名、9640は、黒潮にちなんだものである。同年3月に特別使用車2両、 9640から 1S、2S、一般車8両、9640から3から10が製造され、予備車確保のため2005年、平成17年に1両、9640から11が追加されている。第三セクター鉄道では製造者が準備した標準仕様に近いものを採用する事例が多かったが、9640型は、車体寸法、 材質などが製造者の標準仕様と異なり、2002年、平成14年製造の重量は5両ずつ、富士中工業と新潟鉄工所に発注されている。路線バス、乗用車などの既存交通機関との対向上、四国旅客鉄道、JR 四国高知駅への乗り入れは必須と判断で、JR 四国線型と連結運転可能な性能を持っている。 全車エンジンなどの走行装置は共通で、小松製作所製、SA6D140H-1、ディーゼルエンジンを 331kW、450PS に設定して採用した。全車21メートル級のステンレス製車体、正面貫通式、両運転台、トイレありだが、特別使用車2両、1S、2S はクジラをイメージした流線型の戦闘部を持ち、 海側をオープンデッキ式の通路とした構造で、座席は転換クロスシート、一般車、3から10は通常の平妻の車体で、車内は5面寄りがロングシート、那覇よ寄りが転換クロスシート、2005年、平成17年生の一両、11はお雑誌車として使用下で平妻車体、車内はロングシートとなっている。開業時から駅上入り、 JR 四国線型との並結運転が行われているほか、土産線土佐山田駅まで乗り入れる運用にも使用されている。特別使用者のうち一両、9640から2、S とお座敷対応の一両、9640から11は、日本宝くじ協会の助成を受けた宝くじ号で、9640から11には、手のひらを太陽に号の愛称が付けられている。 大人普通旅客運賃、小に半額、10円未満切り上げ。2014年4月1日改定で。朝仙内で、隣り合う駅までの運賃は、上の表に関わらず210円である。身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の提示により、運賃が割引になる。大人特急料金、小に半額、10円未満切り上げ。 2014年4月1日改定、特急列車の普通車を利用の場合は、乗車券、特急券が必要。大人グリーン料金、小児同学。2014年4月1日改定、特急列車のグリーン車を利用の場合は、乗車券、指定席特急券。この場合の料金は自由席特急券と、同学グリーン券が必要。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。